改めまして、皆さん、こんにちは。株式会社後藤工学研究所、笠原です。本日は、プラネタリウムの七不思議と題して、プラネタリウムを開発していく中で感じたり、あるいは問題点をこんなふうに解決したんだよというようなことを、7つのトピックスに分けてお話ししようと思います。お話は基本的に光学式の、最新の光学式のプラネタリウムの投影機のことに限らせていただきました。古き良き時代の光学式プラネタリウム、あるいは、デジタルプラネタリウムについてはあえて取り上げませんでした。また技術的な内容についても具体的な話は申し訳ありませんが避けています。これらについてはまた別の機会があればお話をさせていただこうかなと思います。さて本日のお話ですが、ちょっとひねくれた言葉も、言葉をたくさん含んだこの7つのトピックスでお話をしたいと思います。見える星は暗い、暗い星は明るい、暗い星は映らない、日本一の星空、同じだけど違う、違うけど同じ、最後の不思議と、時間もありませんので早速始めていきます。これ実際に空の暗い場所で撮影した星空です。空の暗い場所の星空ってこんな感じですかね。本当にこんな星空でしょうか。今は天体写真の話をしているのではなくてプラネタリウムのお話をしています。実際の星空というのは、まあ、こんな感じ。これでもちょっと、星が多いし、少し明るいようには思いますけれども、星座をたどることができて明るい星と暗い星の明るさの違いがはっきりしている。改めて思い起こしてみると、夜空に見えている星っていうのは思いのほか暗い、いや思った通りかもしれませんけども実に暗いんですね。だから目に見える星は暗いというトピックをまずは挙げさせていただきました。プラネタリウムが投影できないといけない星空はこういう星空ではなくて実はこっちの星空なんですね。そしてプラネタリウムでは投影する環境、例えば目が暗闇に慣れていないうちからお話を始めなければならなかったり、どなたにとっても星座が分かりやすいように多くの場合は実際よりも明るい星空を投影しています。さてこれはさっきの写真の取って出しなんですが、夜空から地上にいる私たちをかすかな光で照らしてくれている星たち、ちょっと、なんて言うんでしょう、メルヘンチックな言い回しですけども、星明かりなんて言いますよね。では行動光だとか大気光だとかはちょっと脇に置いておいてですね、このキラキラと輝く星たちが私たちを照らしてくれているんでしょうか。ちょっと調べてみましょう。この表は、星の等級ごとに明るさとその数、そして等級ごとの光の量、光量を求めたものです。ほら、明るい星たちってそれほどパワー、光量が多くないことがわかりますよね。目に見える6等星までの光量の合計は約250ですが、7等から10等星までで約300、7等から18等星までなら約900にもなります。実は目に見える星よりも暗い星の方が光量が豊富、すなわち私たちを明るく照らしてくれているんですね。だから本当は暗い星は明るいんです。プラネタリウムの星空を考えるとき、この2つのトピック、目に見える星は暗い、思ったよりも暗いんですよということ、そして暗い星は明るい、暗い星は数で勝負しているんですよということは忘れがちなことなので、今回のお話のトピックスの初めの方に持ってきています。この後のお話もこの2つのことを聞いていただければ幸いです。さて、プラネタリウムでは美しい星空を投影するためにこのような星空を切り取ったように見える構成原板というもので星空を再現しています。
明るい星は大きな穴、暗い星になるほど小さな穴を開けて星の等級が表現されています。この構成原版では全体で4000万個ほどの構成を映しますが、私たちは最大で1億4000万個の構成を映すものまで製造しています。この構成原版で星を実際に投影してみると、天の川が無数の星でできているのがわかります。暗い星まで本当にたくさんの星で、星として映し出しているんですね。ではもっと構成の数を増やしたらどうでしょう。これが少し前に試験的に作ったこれまでの10倍の星を映すプラネタリウムの構成原版です。試作なので暗い星のグループだけを加工しています、まあ、そもそもスマホのカメラでちょっと撮ったのが失敗で、明るい星がないことと合わせて、違和感のある天の川に見えますが、投影するとめちゃくちゃ緻密で綺麗な天の川がドーム上に映し出されます。さらに投影レンズの中を覗き込むと無数の星がキラキラと輝いていて、とても綺麗に見えます。でもドームスクリーンに近づいて実際に投影された像を見ても星は見えません。ただただぼんやりと天の川の濃淡を持った光の雲が見えるだけなんですね。これは構成現場に開けた暗い星の穴の大きさが小さすぎて、そう、光の波長ぐらいの大きさなんですね。星のように点像に結合しないためです。だから星として暗い星は映らないんです。それは雲のように広がった光にしかなりません。このような現象は1000万個を超える星を投影しようとすると顕著になる問題で、構成原版にただ小さな穴を開けるだけではダメで、原版の設計に一ひねり加えないと天の川は暗い星が集まったようには見えません。逆に言えば、プラネタリウムで1000万個を超える星を星として投影できるようにすることは、まあ、そのメーカーの腕の見せ所でもあるんですね。はい、さて話は変わって、日本一の星空ってどこにあるんでしたっけ。ネットで検索すると最近は阿智村なんかが優勢なんですけど、ほら昨年末青ヶ島とか北海道陸別町が紹介されたテレビ番組がありましたよね。星空講談さん調べで日本一と紹介されてました。この時空の明るさを測る機械スカイクオリティメーターで 21.94 とか 21.95 という数値で日本一とされていたようです。でも実はもっとすごい星空の場所があるんです。なんとここ府中市郷土の森博物館、ここのプラネタリウムの星空を測ると 22.18 という結果が出ます。青ヶ島や北海道陸別町の値を抜いて日本一の星空なんですね。まあこれはプラネタリウムの星空評価の一つとして測定したもので、あまり深い意味はないんですけども、強いて言うならプラネタリウム的日本一の星空という感じでしょうかね。なお、ケイロン3が収められた施設ならどこでも同じような星空が再現できますから、案外このプラネタリウム的日本一の星空っていうのは皆さんお住まいのところの身近なところにあるのかもしれません。機会がありましたらぜひ近くのプラネタリウムへ足を運んで星空を確かめてみてください。さて、日本一をしのぐすごい星空が見られるプラネタリウムですが、上映が始まってあたりが暗くなるとこんな風にキラキラと明るい星が輝き、きっと素晴らしい星空が目の前に広がっているはずです。でもしばらくすると違いに気がつきませんか。なんだか暗い星までよく見えるけど星座とかよくわからない、なんてことが実はあるんですね。実はプラネタリウムでは目が暗闇に慣れてしまうと一等星も六等星も星がみんな同じような明るさに見えてしまうことがあるんです。
投影が始まった時と同じ星空を映しているのに見え方が全然違う。そう、同じだけど違う星空になっているんです。これは困りますよね。そこで星が本物より明るくても、あるいは目が暗闇に慣れて、完全な暗所心に切り替わってしまっても自然に見える星空を再現するのが星の等級差を変えてしまう機能です。正確な等級差で映し出されているのに、人の目にはこんな風に見えてしまう星空も、この機能で等級差を調整してやれば自然な見え方を取り戻すことができます。この機能を使えばより感覚的な星空の情景も作り出すことができますから、プラネタリウムを使う人が見に来てくれた人に見せたい星空を再現することができます。本物の星空と実際に比べたら全然違うはずなのに、そうそう、こういう星空だよねってうなずいてしまうような星空。だから違うけども同じ星空というわけです。人の感覚っていうのは実に不思議ですね。ちなみにこの機能が私たちのオルフェウスとケイロン3という機種に用意されています。さて、ここまで駆け足でお話をしてきましたけれども、私がプラネタリウム投影機やシステムの開発を続けてきて思うのは、プラネタリウムという機械は使ってもらうことで初めて役に立つもの。解説をする人によって、あるいは解説をする内容によって、千差万別の使われ方をするという、するものというごくごく当たり前のことです。違う言い方をするなら、プラネタリウムは使う人、解説をする人が、ドームスクリーンに描きたいと思っているものが自由に描けること、いろいろな使い方ができる機械になっていけない、ないといけないということです。機械としての正確さだけではなくて、使う人、解説をする人にとっての目的、あるいは収められた施設にとっての目的というのがあって、その目的に即した伝えたいことがしっかりと伝えられることが求められているんです。だからプラネタリウムという機械はそれだけで完成したものではなくて、使う人、解説をする人がいて、収められた施設があって初めて完成するものじゃないかなと思います。ですから、プラネタリウムは施設ごとに、あるいは解説をする人ごとに特色のある面白い場所。実に何とも不思議な場所だと思うんです。だから私にとっての最後の不思議は、プラネタリウムという場所そのものです。ただ星空を再現するだけだった機械が、いつの間にかそれだけにとどまらず、様々なことが伝えられる場所になったことは、私にとって驚き以外の何者でもありません。ところで、私にとっての最後の不思議としていることには実は理由があります。それは、あなたにとっての最後の不思議を探してみてほしいんです。プラネタリウムはまだまだたくさんの面白いことが隠されているので、今見てくださっている一人一人がそれぞれ違う7つ目の最後の不思議を探して、実際に、持っているというのも面白いかななんて思うわけです。どうぞコロナ禍が一段落したらプラネタリウムへ行って、皆さんの目で、そして皆さんの感性で7つ目の不思議、最後の不思議を探してみてください。以上、取り留めのない話になりましたが、私の話はこれでおしまいになります。ありがとうございました。はい、笠原さん、どうもありがとうございます。はい。コメント、もうあんまり時間もないんですけど、一つだけコメントをですね、はい、プラネタリウム的日本一の星空という言葉にグッときました。SQM で22という数字にも驚きました。ああ、そうですか。私が一番驚いたのはですね、はい、プラネタリウムのドームの中で何もつけなかったらですね、はい、SQM のメーターがですね、はい、エラーって出たんですよ。あ、真っ暗だと、はい、なるほど、はい、思いました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、お願いします。